はい、おはようございます。これが昨日大阪で初競りがあった日本海の、ボイルセコガニ、これは本ズワイガニの、メスになりますね。で、物量的には去年に比べたら少ないですね。値段もまだ上げ相場です。で、北海道の方、こっちは北海道の、こっちは大ズワイになりますけど、こっちは逆に入荷量が減ってきました。こっちは大ズワイ、で、あっちがボイルの方は今日はあれが本ズワイ。で、多分もう少し日が経ったら相場も落ち着いてくると思うんで、ある程度その買いやすい値段帯にはなってくると思います。そんなとこですかね。はい、以上です。おはようございます。よく冷え込んでおります。さあ早速今日案内いきますね。はい、まずこちらご覧ください。北海道からですね、筋子が入荷しております。イクラがね、売り場に並んでるところが多いんですけどもね、これ筋子もね並んで、これ家庭でねやるときちょっとこう皆さんどうやってやったらええかなと思われるんですけどもね、これめちゃくちゃ簡単なやり方があって、実は先日僕家でこれやりました。お湯でね、70度ぐらいのお湯でねちょっとこうほぐして、あとはね目の粗いザルでねこうやってこうこすってもたら下に折っていくんでね、もうめちゃくちゃ簡単でした。お湯70度、ほんでそこにボウルにちょっと塩入れたらね、また色が復活してね、すごい鮮やかな色になります。めっちゃくちゃ美味しいです。ほんでもうあとは味付け簡単、かき醤油、それだけやってくれたらもうバッチグーです。いくら醤油の出来上がり、いっぺんやってみてください。ほんでね、こちらまだ相場がね少しちょこ高いんですけどもね、こちら今日はそこそこ入荷があったんでね、ほんで今年はね何かそのいくらの相場がね高値になっとるもんでね、もしよろしければこうやってね、筋子がねまだ比較的安いんでね、こういった筋子で、ご家庭で、いくら醤油を作ってくださったらどうかなとは思います。ぜひね試して挑戦してやってみてください。とても簡単です。美味しいですよ。はい、続きましていきますよ。あ、これ今日の高知県のこのこれ島味、はい、天然の島味、こちらがねちょっと2キロ切れるサイズですね。 1.78 いうところです。はい、今日は高知県からね、大きい島味が入ってきました。はい、そしてよいしょ、これいこう。はい、朝日ガニ、はい、これも入ってきましたね。はい、よし、こんな感じですね。はい、入ってきております。はい、さあそしてこちらですね。はい、よし、鹿児島県から梅色が入荷しております。はい、さあ続きましてじゃんじゃんいきますよ。はい、こちらですね、よいしょ。はい、福井県からですね、佐護市が入荷しております。はい、そしてその上いきますね。はい、同じく福井県から柳沢らです。佐護市より若干大きいサイズですね、1キロサイズですね。はい、とても鮮度がいいですね。これからどんどん大きい寿司に使用されるお魚です。さあそしてよし、これいこう。はい、よいしょ、
さあ行きますね。はい、大阪湾、大阪のね、サワラです。刺し網です。これね、もう抜群です。脂の乗り、そしてね、腹皮がとても厚くてね、めちゃくちゃ品質いいです。これからね、どん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 増えてくるかと思われます。ぜひね、いっぺん大阪のサワラ食べてみてください。お作り、そして炙りね、それからこれからどんどん冷えてくるんでね、うどん好き、好きにも最高です。そしてね、味噌漬けにも最適のサワラとなっております。さあ続きましていきますよ。はい、まあ天然ブリもいつも紹介してるんですけどもね、今日は養殖のブリ、さあ行きましょう。これね、まあ養殖業もね、やっとるんですけどもね、これなんと、これ美人って書いてます。これほんでね、これ美人って書いてる。はい、美人ブリですね。まあこういったね、養殖のブリも販売しております。はい、これからね、年末にかけてどん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 こう養殖のブリがね、販売量が増えていくんでね、ぜひご利用くださいね。はい、さあそして今日は多かったな、これダツです。出してみよう、これ。うわ、はい、鮮度やっぱりいいですね。高知県のお魚です。はい、ダツです。まあこちらはね、もちろんお作り、まあまああのあっさりしたお魚なんでね、野菜と一緒に、食べてくだされば美味しいお魚です。そしてね、フライが最適のお魚となっております。はい、ちょっと後ろの方行きますね。はい、今日はね、北海道からですね、ちょっとこう近いですけどもね、よし開けてみよう。よし行くで。はい、北海道から天然のブリですね。はい、ちょっとこう近いサイズですけどもね、今日は10キロの2入れサイズ、5キロサイズですね。はい、まあまあちょっとね、今、北海道のブリが相場が高くなってるんですけどもね、はい、まあ全国各地からね、天ブリはね、いろいろ集まるんでね、必ずお客様の売り場に届きますようにね、天然ブリは日々用意させていただいております。はい、続きまして高知県ですね。今日も結構このヘダイが多かったですね。結構ヘダイがずっと続いております。ほんでね、またやっぱりね、脂もねほんのり乗って、身質も抜群なんでね、順調よくお客さん皆さん、販売していただいております。またね、お寿司屋さん、また食堂であったりね、こういうヘダイをね、活用していただいております。とてもねこう安いんでね、ぜひね食べてみてください。はい、はい、続きまして、ハマチがね結構ずっと続いて、おります。で、まあ、長崎から福岡と順調よく入荷しております。こちらはね、販売は柵で生腹と分けてね、お作り商材で、販売していただいております。とてもね、皮を引っ張った状態でもね、ほんのり脂が乗ってまして、とても綺麗な状態でね、各お客さんみんな販売されております。はい、そしてこちら後ろですね。よし、よし行こう。よし、これです。はい、池締めのヒラマサですね。ヒラマサも入荷しております。こちらはですね、長崎県から入荷しております。はい、お作り商材ですね。ほんのりね、昨日ね身質確認させていただきました。身質の方ほんのり脂が乗ってね、とてもいいヒラマサでした。はい、まあこういった感じでですね、順調よく入荷しております。どうかね、皆様のご家庭食卓が
美味しいお魚で皆様が笑顔になりますように頑張ってまいります。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。